皆さん、こんばんりさです。トシです。はい、というわけで、はい、初です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっとこの2人が今日一緒にやるっていうのはかつてのツイッターの、ね、ところから始まってるんですけど、今日はなんとトシ君にマイケル・スコフィールドのメイクをしてもらう。なんすかそれ。いや、心当たりあるじゃん。いや、あります。絶対やるじゃん。じゃあ、やりましょうね。やったね。マイケル・スコフィールドってやって、うん、スペース開けると都市に出てくる。いや、これ本当なんですよ。いや、でもっていうわけでこういうこと。マイケル・スコフィールドってことなんで、はい、この私のスコティッシュホールドの似てるだけじゃない。あ、一回下げて。めっちゃ汗かいてるやん。いや、さっき正義者になったあ、これでね、メイクしやすいってこと。あ、そう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 、っていう感じで、もうここから。じゃあ、やっていこうと思うよ、がっつり。すごいヒゲツルツルに剃ってきてるじゃん。絶対さ、10分前ぐらい剃ったでしょ。いや、30分ぐらい前です。結構今日急いできちゃって。あ、そうなんだ。はい、下地からね、しっかりやっていくことが、はい、スコフィールドには重要っていうことだからね、覚えてみちゃう。まあ、マイケル・スコフィールドすっぴんなんですけどね。そして次、私のこちらのすごくお気に入りのやつなんですけど、はい、かなり色が白いので、これで本人にすごく近づいていくんじゃないかなと思います。どうですか、今の気持ちは。いや、こうやってメイクしていくんだなって。うんうん、女子の気持ちが。いや、大変ですね、これ。そうだよ、毎日やってるんですよね、これだって。そうだよ。今のところまだ、うん、僕のヒゲ剃りの方が、まあ、長いです。こだわっちゃうと、うん、もう肌もうグイーン持ってきて、うんうんうん、もう深剃りを目指すっていう。深剃りを目指すんだ。うん、スキンケアじゃあ何使ってるの。もうあそこの、あそこの、うん、もうあの化粧水と乳液。な、何のライン。美白とかさ、いろいろある。あ、だからしっとりみたいな。あ、保湿系ね。今めっちゃしっとりしてたけど汗だと思う。まず正義性にあったんだ。白いよね。めっちゃ白い。ほら、一緒だよ、今。ほんとだ。ほら、でもトシ君めっちゃ肌綺麗だね。マジですか。うん、ランキング上位だと思う。ウーム男子肌ランキング。ええー、いや、わかんないけど。いや、なんて人言ったんですか。したらで、ふとした時にさ、寄せてんのやめて。本当にこれですね、これね。こういう感じだから、うん、やっぱ彫りの深さと、うん、この眉のシュッっていうのをやっぱりやってたらいいと思うんだよね。もうトシ君って東海オンエアというよりもハリウッドってことだからね。それやばいこと言ってますよ。マイケル・スコフィールド、トシミツってもうレベル違うからね。ほんと誰がやってんすかね、あれ。いや、誰が何回検索したのって思ったよ。俺だって一回も検索してないですもん。あの写真そんなバズったの。すっごいハリウッドにいそうな感じだって。そうっすか。うん、いるいるいる。てか、マイケル・スコフィールドハリウッドなんですか。よしよ。ほら。いや、私は本当にあの見てただけで、なんで今ここで、うん、あのやってるのかっていうことはよくわかんないんだよ。いや、奇跡ですよ、うん、ある意味。ネットはみんながそうしたっていうことだからね。だから見てる人が、うん、ちゃんと責任持ってよっていう。気をつけないとね。気をつけてこういうことになっちゃうから。そう、ここでさ、眉毛の上の部分を消していこうと思います。ほう。なんか適当にみんなにこのチャンネルで言いたい言葉と言っていいよ。へえ。いや、男がどんだけ見てるのかなっていう。あ、多分その東海オンエア見てくれてる人、うん、視聴者層が全然違うと思うんですよ。俺のこと知らない人が見てると思うんですよね、今。多いと思うんですよ。え、そんなことないよ。なんかでもほら、前さ、一緒にさ、動画撮ったじゃん。あ、はい。あ、そっかそっか。なんでこんなこととし君がされてんだろうなって多分。あ、そういう、そういう見方。すごい、猫のターバン似合うなとか、そういう純粋な気持ちを見てると思うけど。俺も猫のターバンつけたの忘れてました。そうだよ。今ね、猫になって急に恥ずかしくなってなんか違う。ええ、ハリウッドが近づいてきてる、ここまで。最近なんかハマってるのとかない。最近はあの某恋愛、うん、あのバラエティショーみたいな。おお、あのバス乗るやつ。え、私もあれ見たよ。見てました。1個目めっちゃハマってて、うん、この前終わっちゃったじゃないですか。終わったね。超ロスいっちゃって。え、嘘。某あれ、某あれロスいっちゃって。やば。いや、ほんと楽しみにしてたんですけど、うん、おもろいですよね、あれ。おもろいね。出たいなーと思って。出たいんだ。いや、俺段ボール掲げてたらめちゃめちゃ面白くないですかって。トシ、マイケル、マイケル、マイケルがいいじゃん。シーズンいくつその顔。これはシーズン2かな。2か。うん、いい、シーズン3ぐらいになった。上に上がれば上がるほど似てくるとかじゃないですか。あ、そっかそっか。もうなんとかこう、くぼませた方がやっぱなんかね、立体的に見えるかしら。メイクってやっぱそういうことか。
堀とかですか。くぼませていけばいいかな、多分。わかんないけど。ずっとわかんないえ、これでさ、カラコン入れたら結構寄るんじゃない。つけてみる、初めて。もうつけちゃいます。うん、初めてのカラコン。うん、うわっ、やっちゃう。うわ、やりますか。やりましょう、やりましょう。手目当てて、どう。あ、いい。あ、ちょっと待って、ちょっとおなおしさ、ちょっとおなおし、意外といいよ。思ってるよりいいよ。ハリウッド感やばいし。じゃあ、はい、できましたので、はい、まあ、こちら全然、はい、鏡の方で、はい、チェックしていただいてよろしいでしょうか。お願いします。では、いきます。どう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 。おお、すげえ。うーわ、口元わかんなくなってんじゃん。口元わかんない。じゃあ、渾身の顔をやっぱりアップで見てもらって、うん、飽きてます。来てる。ではこちらが本物のマイケル・スコフィールドです。兄さん、はい、終わり。カラコン入れたら一気に寄ったよ。寄るんだやっぱり。あっちに行ったもん。やっぱ超えた。アメリカ行った。アメリカ、うん、アメリカ行ったよ。すごい、日本に当たっちゃうんだやっぱカラコンって。すごい、何回か撮ってやっぱ奇跡の一枚を新たにネット上に投稿すべきだと思う、うん、ああ、うん、これの状態で、うん、そう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 、ちょっとそれ気になりますね。気になるね。どうでしたか、初めての。初めてだらけだったから、すごいメイクの、うん、もう手間とかも知れたし、うん、知れた。女子の大変さも知れた。女子の大変さも知れたし、カラコンの凄さも知れたし、なるほどね、うん、まあ、マイケル・スコフィールドの偉大さも再確認できた。それはね、すごい私も感じてる、うんうん、やっぱ寄せていくのに限界が。せっかくだから、やっぱ可愛くしていこうよ。はい、ちょっと気になります。チークとか、でトリくんさ、今の感じでウィッグとかつけたらすごい可愛い女子だ。何が似合うんです。え、でも目が青っぽいから、もうパツキンに行っちゃったらね。ないですね、下げてるんですよね、絶対似合わないだろうなと思って。意外と、でも今だってすごいよ、見た見た見たいるいるいる、見たことあるなんか、原宿とか。あんま嬉しくないですよ。どういう系がじゃ あ, あのタイプですか。でも普通の子がいいですね。そういうギャルとかじゃなくて、うんうん、何々系とかいれば。特にないんだってことですね。女子なら誰でもいいってことですか。それは言い方が悪い。非常に言い方が悪い。そっかそっか、それは確かにちょっと語弊があったね。そうです。これ今何してるんですか。すごく小顔にしてる。え、影をつけること。やっぱ影ってこう、このようにつけたから。このようにそう、このようにつけたから。すごいな。ビューラーをじゃあ、あ、これは使ったことあります。あ、やってみて。ハサミなんか上ですね。お、さすがさすがさすが。全部抜けちゃわないこれ。そんなに、え、目ん玉出ちゃいそう、うん、大丈夫。マスカラ、こっからマスカラ塗るんですか。そしたらじゃあ、やっぱリップしていこうかな。だー、リップやだ、君が落ちた。トシコあるよ、はい、あるある、需要あるよ。綺麗だよ。綺麗ですか、それ嬉しいな。綺麗って言葉いいっすね。あ、目覚めた。きたあ、ほんとだ。目元かわいいよ。ちょっとさ、目元だけとか撮ったらさ、多分さ、こういう子いるかも。おー、かわいいよ。どう、恋できる。すげー、これは俺好きな目ですね。自画自賛。自画自賛の。はい、というわけで、はい、散々ね、トシ君って遊んでいったので、はい、濃くなっちゃったから、じゃあ、ね、メイクを落としていこうと思います。お願いします、はい、で今日使っていくのがこちら、リオザクレンジングバームというものです。マスカラとかも今バッチバチだから、はい、これね、落としていこうと思います。すごいですね。こういうの使ったことないでしょ。ナイスナイス、もちろん。おお、ビッチビチ。ここにスプーンみたいなのがついてて、おー、ほんとだ、アイスみたい。こんな感じですくって出します。で、これめっちゃ面白くて、ちょっと捨てました。はい、手にのせるとめっちゃ溶けて、溶かす。お、めすげえ、すごいっしょ。すげえすぐ溶ける。なんか面白くない。じゃあそれを乗っけていって、乗っけちゃっていいですか。うん、はい、妹とか濃いから、うん、そう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 、そんな感じで。で、これはなんか毛穴よりもめちゃくちゃちっちゃい
ナノカプセルっていうのが入ってるから、毛穴の奥までしっかり落とせるっていう、そういうやつです。なるほど。お、いいよ、もうめっちゃ落ちてきてる。なんか濃いところを結構くるくるやったりするといいかも。この辺かな。黒ずみとかにもめっちゃ良くて、なんかこう、小鼻とか、はい、こう息できない、ごめん小鼻担当するから、はい、ちょっと声変わってる。そうそうそう、こういう感じで綺麗。目元めっちゃ落ちてる。どうですか、このやってみたいな。やっぱ馴染んでるんで、うん、手に、うんうん、これやってるとめっちゃ気持ちいいですよね、うん、これがめっちゃ気持ちいいんですよ。そう、なんか頬張りで普段からやってんのか。塗る、なんかその乳液とかはやりますね、うん、すごい。でもなんか意識はしてないですけど、あ、めっちゃやる。これやるの。これめっちゃ気持ちいいけど、朝もやりましたよ。え、やっぱ、レベル違うよ、みんなと。マジっすか。うん、もうフィールドが違う。変に自信ついちゃう。はい、はい、これでバシャバシャ流していただいて、はい、なんかバームなんだけど、水でこう流すだけで結構なんかヌルヌルしなくて落ちがいいんだよねダイナミックすぎますか。いや、ダイナミックで、もうすごい、やっぱ、うん、やっぱ男だから、うん、男だから。うん、なんか洗った後も、うん、ガサガサとかするかと思ったら、うん、すごいしっとりしてて、うんうん、だいぶ、いいっすね。もうビューティー系でいいんじゃないしっとりしてる。お、いいよ。すごい、なんか、張りがこれがしっかり落とせました。イエーイ。はい、というわけで、今日はマイケルスコフィールドことトシ君に来ていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。なんと最後におまけシーンとかもねついているので、はい、ぜひここまで見ていってください。見てください。はい、というわけで今回はデュオのザクレンジングバーム紹介していったんですけど、これ本当に気に入ってて、私今まで使ったバームタイプの中で結構ダントツで一番ぐらいに好きです。ちらっと映ってたかと思うんですけど、出ているのは3種類あって、今回使っていたデュオザクレンジングバームとザクレンジングバームクリア、そしてこれ私が一番最近よく使ってるんですけど、ザクレンジングバームホワイトっていうものですね。ちょっとずついろいろ違うんですけど、どれも落ち具合は本当に良いです。ちょっとね、香りが違う気がします。私が昨日の夜も使ったこちらのホワイトの方はもうね、中身がもうほぼなくなってしまったんですけど、これ本当に気に入ってて、毛穴の黒ずみとかかなりいい感じになります。これはね、ちなみにダブル洗顔不要でめちゃくちゃ楽なのもいいところです。専用のスパチュラがついてるので、山盛りにとって手のひらでなじませていきます。で、乗せていくと溶けてくれて、すごくなじみが良くなります。トロトロって感じですね。これ一つでクレンジング、洗顔、角質ケアとマッサージケア、あとトリートメントの5つの役割ができて、さっき言ったようにダブル洗顔も不要なのでめちゃくちゃいいです。ちなみにトシ君は普段メイクしてるわけじゃないんだけど、これが気に入ってすっごいうるうるになるから1個お持ち帰りしました。で、この中には31種類の厳選された美容成分が入っていて、エイジング向けのね成分も配合されているので、エイジングケアをしたいっていう人にもおすすめです。毛穴の奥までしっかり落としてくれる感じで、使い続けることでより分かってくるかなっていうところもあります。結構ね、動画自体ふざけてたんだけど、これ物自体はめちゃくちゃ本当にの心から好きです。本当に黒ずみにもすごくいいなって思ったのもそうなんだけど、このバームタイプだけどオイル切れっていうのかな、こう洗ってていつまでもこうまだベタベタヌルヌルしてるなっていうタイプのものも使ったことあるんだけど、これはそういうのがないところがすごく使いやすいところで、洗い上がりも本当にね、しっとり潤ったっていう感じがするから本当に良かったです。最初にね、さっき3種類あるよってちらっと紹介したんだけど、使い分けとしては通常のザ・クレンジングバームだとちょっとしっとりしすぎるかなっていう人には、通常よりもさっぱりタイプのバームクリアがおすすめです。毛穴に特化した美容成分が含まれてるから、毛穴で悩んでるんだよねっていう人にはぴったりです。そして私も大好きなこちらのクレンジングバームホワイトの方なんですけど、こちらのバームホワイトには史上初のモロッコ産の天然溶岩クレイが含まれています。ブライトアップ効果が期待できたりとか、肌のくすみが気になるよっていう人にはこちらがおすすめです。私この3種類の中だったら一番これが好きかもしれないですね。ということで今日はザ・クレンジングバームを紹介していったんですが、3種類今商品を紹介していったんだけど、ちょっとずつ配合成分だったりとか効果が違うので、気になった人はぜひ概要欄をチェックしてみてください。これはね本当にいいので、ぜひみんなにも使ってほしいなって思います。
というわけでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。どの辺が、あ、みかん、みかんいいっすね。みかん雰囲気はいいじゃないですか。いいんじゃない、いいんじゃない、ちょっと見てみよう。この中も雰囲気なんで。あ、そうだね、そうだね、雰囲気だからね。わかるわかるが正解なんで。コモ変わんなくないですか。確かになんか目、ま、肌が異常に白いっていうことはわかるね。意外と普通のものもいいんじゃない、うん、え、ちょっと待って、それやばい、ちょっと見て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 、超面白い、顔白い、怖い。あ、そう、結構出すんだ、そうだ、結構顎出すんだ、確か。何やってるんですか、俺。わかんない、わかんない。いや、それわかんないよ。てか、そもそもマイケル・スコフィールド風メイク意味わかんないし。絶対に言い寄りついてる、なんだよこのタイトルっていう。確かに。ちゃんとコメント考えてたんですか、もう自然に出てたんですか。え、自然と出ました。やっぱ枠じゃん、ビューティーじゃん、もうそれ。そのうちフォーカスこうやってやるようになるんでしょ、こうやってすごいとろけて。ヒント合わせるんですか。コアラのマーチしかまだってことない。え、嘘、コアラのマーチ超えちゃったの。コアラのマーチ超えちゃったの。ビューティーフォーカスだよ、後ろに行っちゃうんで。